はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。10月ね、18日になりましたね。日曜日12時回ってます。今日ね、起きたらね、もうね、11時ちょっと前ぐらいやったんですよ。なんとね、3度寝しましてね、1回目はまだ暗いうちに目覚めて、トイレに行って、で、1時間ぐらい起きてたんですけど、じゃあ寝てしまってですね、2回目起きたんですね。2回目起きてまたトイレ行ったかな。これもう起きなあかんなと思って、それ9時頃やったんですよ。で、もう起きなあかんなと思ってるうちに、なんかしら寝てしまいましたね。で起きたらね、もうすぐ11時やんみたいになって、うわー、3度寝したわと思って。これやるとね、気持ちいいんですよ。実にすっきりしますよ、本当に。で、多分今日は昼寝せんでも大丈夫みたいな、そういう感じでございまして、もう1分も喋ってしまいましたね、無駄話を。すいません。特にね、大きなことは起こっていないんですけども、例のごとくですね、お隣さんのメディアをですね、いろいろとチェックしたりですね、ヤフーニュースに出てくるのをチェックしたり、僕しょっちゅうね、お隣さんのニュースを読むんでね、僕のスマホはね、あれなんですよ、あのお隣さん系のニュース結構多いんです。だからね、割合チェックできるんですよ。で、特に大きな事件ないんですけど、ヤフーニュースを見ていたら、野党のね、議員さんで元軍人さんがですね、今のムン・ジェインの政権の間はですね、日韓の修復はできないだろうというような話を書いておられました。というのは、彼自身がもう、なんていうか、自分が一旦思い込んだらもう考えを変えない人なんだと。でもう分かってるだけで2つ約束を破ってますね。1965年の請求権協定って、これは大きな条約ですね。それと、2015年に交わしたですね、慰安婦合意というのも18年になって保護にしたかな。いや、16年でしたっけ。いや、17年かな、忘れましたけど、保護にしました。まあ、約束は守れんという、ね、しかしね、よう言いますよね、そういうことをね。こう、約束、国家間の合意を守れないという、堂々と言ってしまうというのはすごいことなんですけど、でも愉快な大人さんに限ってはですね、それが対日本であれば何でも許されるということですね。ということは、つまり我々は彼らと何の約束をしても意味がないということなんですけど、で、我々今、そういうポーというかスタンスで臨んでるわけなんですけども、それを、こう、どういうことから、どういうことが原因でそうなってるかということに対して全く理解がないわけですね。全部こっちが悪いというふうにお考えになってる。まあ、だから、当面、今のムン・ジェインさんの間は、難しいだろうというふうに言われ、書かれていました。まあ、その通りですね。でもこれね、変な話、ムン・ジェインさんで亡くなってもですね、次に仮にですね、今の野党系の方ですね、保守系の方がなったとしても、軌道修正をするというのはかなり難しい話であって、なんやかんやってこう、我々との関係を良くすると、お前は親日派やってなるわけですから、難しい国やなということでございますね。で、今のムン・ジェイン政権側ですね、旧市民運動とかですね、今でも市民運動やってるのかどうか知りませんけども、いろいろと不都合なことが出てきてるんですけども、政権側の人はほぼそれをですね、罪に問われないという状況になってます。で、代表的な話はですね、チェ・ミエさんですね、チュ・ミエさんか、秋って書くんですね。なかなか覚えへんやんって、日本語で州ですか、中ですね、きっとね。音はね、やっぱり微妙に似てるんですよ。もともとは中国から来てますんでね。はい、同じのもありますよね。民なんて一緒ですね。民っていう、うん、日本語は訓読みっていうのがあって、民って読むんですけど、向こうは訓読みはないんですね。全部中国読みですから民ですね。まあ、そんなのどうでもいいんですけど、そのチュさんの息子さんがですね、兵役をしている時、もう終わったらしいですけども、普通は5日しか認められない病気休暇というものですね、19日認められたと。で、それも電話をちょいちょいとかけて延期したと。その時にチュさんはですね、与党の党首をなさっていたわけですね。で、今は法務大臣ですか、向こう風に言うと法務部長官という要職にあられます。
で19日に伸ばしたんですけども、その19日に伸ばした時のですね病気の記録は残っていないと、まあこれをですね調べて不正が分かればですね、これは向こうのお隣さんではですね、これはあれですね、刑法犯になるわけですね。でもそれは追及されずにうやむやに終わっていると。でなおかつですね、そのどうやら大学入試においてもですね、なんか不自然なことがあるということですね。でまあ去年の夏は張国さんのですね娘さんの入試に不具合、ちょっと不自然なことがあるということがありましたけど、結局うやむやでございましてですね、その後どうなったかということはですね伝わってきてません。なんかあればですね伝わってくると思うんですけども、それが出てこないということはですね、まあうやむやのままこのままこうスルーにされるんやろうなと。でその他ですね、地方の政治家でですねいろいろ疑惑のあるような出来事もありました。一番記憶に新しいのはソウル市の市長さんがですねセクハラかなんかでですね訴えられたのかな。で自ら命のありどころを変えられましたけども、まあこれもその後ですね、追及されないということですですね。で今回ですね、あれが起きましたね。韓国の水産系の公務員がなぜか海を流されていって向こう側に行って、ズドンズドンってやられた上に、まあ焼かれてしまうと、ガソリン撒いてと。でこれ本来ですね非常な国際法違反であり犯罪行為なわけですけども、これに対してもムン・ジェイン政権が追及する構えを見せないし、その現場の担当者はちゃんとこう対応したんかというような責任も追及されないということですね。なぜそうなってるかっていうと、全部日本風で言うと忖度をしてるわけでして、検察庁もですね、日本風でいう検察庁もですねボスだけは首がすげ替えられないんですけども、その手足となる検察官全員今の与党系の方々、与党に忖度すると、明らかそうであろうという人物を全部据えましてですね、で、検察庁長官の意向を踏まえてですね、俺たちは検事なんだ、法の番人なんだというような方々全部地方の官職に飛ばしたというふうに言われています。そういう体制ですんで、今の与党の、まあ、いわゆる文在寅さん側の方々が少々のことをですねやらかしてもですね、それはもう罪には問われないという、まあ、仕組みになってるわけですね。でそのことに対して、まあ、野党系の人々とか今の若い方々って非常なこのストレスを溜めている。で本来ならあの国ってそういう、こうストレスを溜めるとですね、それは街に出かけてっておーってやるのがお国柄なんですけども、コロナですからね10人以上の集会を禁じるっていう。でこの前ですね3日の日ですかね、そういうことやろうぜっていうふうなことになったんですけども、もう警察が出まして街を封鎖すると車両で街を封鎖する、あるいはこうガードレールを作るみたいな、臨時のガードレールを作るみたいにしても集会させないということにしています。だからですね、もうこのままいけばですね、まあ、コロナがそんなに簡単に収まると思いませんから、もう集会はずっと禁止されたまんま行くんでしょうね。実にフォローの風が吹いてるわけなんです。でそれでも経済がね悪くなればね抑えきれなくなるんですけども、今ね愉快の大人さん、あれがいいんですよね、サムソンとかあっちの方のですね半導体系がですね好調なんですね。でその他はダメなんですけども、一応その半導体が基幹産業になってますから、お隣さんではで、そこでガン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 外貨を稼いでるんでですね、ドルウォンのレートもですねどんどんドルウォンが高くなってるという状況で、外貨困ってないんですね今のところね外貨が困り始めるとね、日本に対してスワップしなあかんでっていうふうなこうメッセージを発し始めるんですけど、ここのところ全く聞こえてこないということは、外貨も困っていない、ということは表面上なんとかごまかしが効いているということなんですね。でも数字はよろしくありませんでですね、国内経済の失業率とかは上がっています。だから非常にこの若い方々を中心にですねストレスは溜まってるはずです。ただしそれが選挙の結果にはなりませんでしたなぜかね、もう非常な三権分立の国ですからね本当に。
ということでですね、当面愉快なお隣さんで、だから大きくその状況が改善するっていうのは考えられない、与党はどん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 腐っていくんちゃうかというふうに思われるんですけども、それをこう司法が正すということもありえないなということでですね、どこまでストレス溜めるんやろうと思いながら私なんか見てるんですけども、ただそのね、じーっと我慢してるようなお国柄ではないんでね、いつかどこかでそれがわーっと噴出する時があるんやろなと、それがいつなんやろなと思いながら僕なんかは眺めていますと、まあそういうお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。